はい、それじゃあね、今回は演習問題1番のね、まあ授業プリントの残りの部分のやつをね、全部やっていこうかなと思います。はい、前回の動画でね、ちょっと言い忘れた話ありましたね。タンパク質 B っていうね、やつは角膜にしかね、全部ね、どんな条件でも角膜だけですよって言ってましたね。角膜にしかいないですよって言ってましたからね、この角膜にね、極在してるタンパク質を、例えばね、タンパク質 X だとして、こいつはね、タンパク質 A と B と両方ともと結合できますよっていうふうに考えられますね。で、一方、角膜から角内にね、タンパク質 B は移行できないわけですから。どういうことかなって言ったらね、ここに関わってる角膜からね、角内に移行する、何に関わってるタンパク質のタンパク質 Y とするならば、ね、このタンパク質 Y っていうのは、タンパク質 A のみを運ぶことができますよ、ということになりますね。はい。これちょっとね、授業プリントのね、余白のところにでも書いておくといいかなと思います。これちょっと使ってね、説明すればわかりやすいかなと思いますからね。はい。ちょっと書いておいてください。ね、はい、こんな風にね、もう一回言いますけど、タンパク質 X、 角膜にね存在しているタンパク質 X と、角内に存在している 角膜からね、角内に移行するのに関わるタンパク質 Y っていう、この両方があると、タンパク質 A っていうのはしっかりとね、角内に移行されると。で、0度の状況でもこっちからね、角膜の方は、角膜まではね、タンパク質で移動できましたから、ね、タンパク質 X に A が結合したりとかするっていうのはね、まあ別にね、温度は特に関係ないとか、ね、まあ煮沸したらダメですけど、ね、0度でもそれは可能であると。一方、こっちのね、角膜から角内に移行するときにね、使うタンパク質 Y ってやつは、こいつは37度とかでね、まあ要は最適温度ですね、いわゆる最適温度にないと働かない。ね、じゃあこのタンパク質 Y ってもしかすると酵素じゃないですかっていうね、ことを思いながらいけると、問題ね、ここまでね、そこまでね、ちゃんと先読みができていると、後の問題解くのね、楽かなと思いますね。はい、まあ皆さんね、その今話してる間にきっと書き終わったと思うんで、ね、はい、次いきますかね。問5番です。問5番、問題文読んでみると、細胞質基質に蛍光化していない B を大量に追加して、蛍光化 A を用いて実験に同様の反応を行うと、実験値と実験3の結果と同じになりましたよってやつですね。あれ、なんかおかしいですね。結果が同じになった。意味不明ですね。これ、結果と同じになったですね。すいません。ちょっとこういうね、微妙なね、タイプミスみたいなのがね、あるかなと思いますね。そういう時はね、まあ、大体こんな感じの内容かな、みたいな感じで捉えてね、問題を読んでもらえるとありがたいかなと思います。すいませんね。ちょっとこういうね、微妙、こういうね、ちょっとした間違いっていうのはね、助詞の間違いがね、割とあるかもしれないですね。まあ、この問題ね、この問題文の中にもう一個間違いあるんですけど、はい。まあ、文章の意味は大体わかるかなと思います。はい。で、ここまで、の内容をね、読んで、を理解してもらう。で、まずね、ちょっとね、噛み砕いて説明すると。実験2って、そもそもね、もう本当は、本来はね、実験2を行えば、ね、蛍光化 A っていうのはね、核内まで行ったんですね。細胞質に最初加えるわけですけど、ね、核内まで行くはずでしたね。でもなぜか、ね、ここに留まってますよ、とですね。結果は実験1と実験3と同じになりましたよって言ってますから、細胞質に極在してる条件なんですね。なんでかなーって言ったら、ね、なんでかなーっていうかね、どういうね、条件が変化したことで、そういうことになったかなーって言ったらね、タンパク質 B はね、大量に投入したんですね。そしたら、ね、このね、細胞質から角膜、角内って移動するためには、ね、細胞質から角膜に行って、タンパク質 X に結合して、タンパク質 Y によって角内に移行されるという、その流れが必要だった。でもそれがどうやらできてないってことですね。まあ、その一番最初ね、要はタンパク質 X に結合できるような条件になってる。じゃあ、なんでそれはそんなことになってるのかなって言ったら、さっき言った、タンパク質 B を多量に投入したからですね。え、なんでですかってね、思う人。ね、ちょっと酵素のことを思い出してみてくださいよ。酵素のところ。ね、酵素のところで、阻害剤とかいうお話ありましたね。ね、あっこのところでね、タンパク質 X。ね、タンパク質 X はね、まあ、仮にちょっと酵素だと思ってください。酵素じゃないんですけど、ね、酵素だと思ってください。ね。で、タンパク質 A っていうのが本来基質だと。ね、タンパク質 A が本当はね、こう、きれいに流れ進んでいけるわけですから、タンパク質 A が本来の基質だというふうに思ってください。ね、そしたら、タンパク質 B っていうのは阻害剤なわけですよね。で、その阻害剤が多量に投入された。阻害剤が多量に投入されたら、ね、酵素ね、働かなくなりますね。それと一緒です。ね、働かなくなるというかね、働きがね、阻害されますね。
確実に、いや要は酵素の反応速度がものすごく低下するというですね、そういうことになってしまうということですから、ね、それと同じです、ね、タンパク質 X にタンパク質 B が多量に結合してしまって、タンパク質 X にね、タンパク質が結合できないような状況になってしまった、ね、タンパク質 X っていうね、まあタンパク質 X っていう座席があって、そこにね、タンパク質 B がね、いっぱい座ってるせいでタンパク質 A さん座れないわけですよ、ね、そういうことになってしまった結果、うん、じゃあしゃあないな、細胞質にいようかみたいなことになってるというわけですね。じゃあね、そのこれ、それを前半戦でね、そういうことを読み取れれば、もう後半の部分で、ね、読んでいった時にすぐにね、どういうことか、どういう結果になって、その理由はどういうことかなっていうのが分かるはずですよね。いきます、続き。次に細胞質基質に傾向化していない B を大量に加えて、またですね、タンパク質 B 大量投下ですね。で、大量に加えて、蛍光化栄養を用いて実験後。実験後は、細胞質基質で、反応溶液は細胞質基質、反応温度が0度のやつですね。の時、ね、その、その実験後と同様の反応を行ったら、この実験結果、この実験結果、蛍光化 A の蛍光が、蛍光化のこの化がね、おかしいですね。なぜかカタカナの化になっていると。うん、まあこれは科学の科に直してくれれば OK です。蛍光化 A の蛍光が強く検出される場所はどこですかってことですね。はい。その細胞内の部位名を回答欄括弧1に記入し、またその根拠を回答欄括弧2の枠の範囲内で記述せよっていう問題ですね。はい。もう楽勝じゃないですか。0度の条件であろうと、何であろうと、ね。タンパク質 B は、ね、そんなも関係なく角膜に行っちゃうんですね。で、多量にタンパク質 B を投入してるわけですから、角膜にもちろん多量にタンパク質 B が結合する。で、タンパク質 A は0度で角膜のね、なんかところについてタンパク質 X に結合できるけど、残念ながらこのタンパク質 X にはタンパク質 B がいっぱい結合しちゃってるせいで、タンパク質 A は結合できないわけですね。ということになる。ということですから、どういうことかなって言ったら、また角膜に結合できない。ね、結果的に角膜に結合できない。となると、タンパク質はどこにいますかって言ったら、細胞質にいるんですね。ということで、細胞質にいて、理由は今言った通りのことを、まあ、書けば OK と。ね、それをまとめて書いてあげれば OK なんですね。はい。ということで、問い5番、回答いきましょう。問い5番、括弧1。括弧1は、ね、細胞内のね、部位の名前ですね。どこですか？細胞質ですね。はい、細胞質。よいしょ。で、次、括弧2。括弧2は理由を書いてくださいってことですから、理由ね、書いてあげましょう。実験後より、反応温度が0度でも、反応温度が0度でも、は、反応温度が0度でも、A も B も角膜に効率よく結合。ね、角膜を構成する成分。まあ、この今回はね、これ本当はタンパク質に結合してるんでしょうけど。ね、まあ、それはね、まあ、あえて回答には書かないでおきましょう。言及しないでおきましょう。ね、別に言及しなくてもね、そこに言及しなくても回答としては成立しますから。ね、角膜に結合するみたいなことに書いてても全然問題ないですから。ね、あえて言及しないでおいて、ちょっとね、幅を持たして回答を書いておきましょう。ね、角膜に効率よく結合できるので、蛍光化していない B を多量に、に、追加。お、追加。よいしょ。追加。して、蛍光化 A を用いて実験後と同様の反応を行うと、蛍光化 A が角膜に結合できなくなるからですね。なくなるから。よいしょ。さっき言ったね、角膜にタンパク質 B が大量に結合してっていうことはね、別に書いてもいいんですけど、まあ、結構ね、文字数この時点で言ってるんで、まあ割と、まあまあ回答欄をまあまあ十分に埋めたぐらいになってるかなと思ったので、そこの部分に関してはちょっと省略しておきました。ね。回答欄にもう少し余裕があるのであれば、ちょっと僕回答欄の大きさわからないので、ね。回答欄に余裕があればね、タンパク質 B が角膜に大量に結合して
っていうことの、そのワンフレーズを入れてもいいかなとは思います。はい。まあ、あまりね、ちっちゃい字でね、回答を書くとね、採点してる人たち、メガネかけてる人たちばっかりなので、ね、大体皆さんメガネかけてるので、まあ、読む気が失せるんじゃないかなっていうので、ある程度大きな文字でね、書いた方がいいんじゃないかなと思うので、まず、回答欄に入り、いつも大体のね、大きさの回、大体、まあ、兄弟の回答欄を、のサイズ的なものを考えると、まあ、これぐらいの文字数が限界じゃないかなと思ったりしないでもないですね。はい。じゃあ、次行きますか。次、問い6番。問い6番。問題も読んでみると、タンパク質 A の核内への輸送には ATP の加水分解によるエネルギーが必要であることが分かっている。これがね、ね、完全に、ちょっとこれ、ね、タンパク質 A、酵素っぽくないですか？ ATP を分解するんですよね。ATP を加水分解ですよ。加水分解する酵素ですよ。ATP 加水分解する酵素って言ったら ATP アーゼですよ。ね。ATP アーゼってことは酵素ですからね。さっきのね、煮沸したときっていうのと、あと煮沸したってやつでタンパク質って決めて。で、あと37度じゃないと働かないよっていうので、もう酵素かなと思ったのは、ズバリ正解ですね。ATP アーゼがね、37度、0度とかだったら活性が高くなくて、で、残念ながら ATP を分解できなくて、エネルギーを使って中に移動させることができないんですね。っていうことが分かりますね。で、これ、タンパク質 XY は、Y ですね。タンパク質 Y は、酵素なんだ。ね、酵素。エンザイムですね。ね、酵素なんだなってことが分かりますね。はい。で、その後ろ、読んでいくと、ここで事前に細胞質基質液に ATP 分解酵素を加えておき、わおーって感じですね。分解酵素を加えておき、ATP が存在しない細胞質基質液を作成し、この蛍光化 A を用いて実験にと同様の反応を行った。この結果、蛍光化 A の蛍光が強く検出される場所はどこか、細胞内部位名を、回答欄括弧1に記入し、その根拠を回答欄括弧2の枠の範囲内で記述せよとですね。はい。ATP があれば、タンパク質Y は、働いて、タンパク質 A を核内に移行することができる。でも、ATP なければ、こいつタンパク質 Y は残念ながら機能できないってことですね。ってことは、今回ね、ATP 分解酵素を加えて、ATP 内条件にしたわけですから、ね。じゃあ、どんなになりますかって言ったらね、角膜に止まると終わりじゃないですか。ね。角膜でタンパク質 X とね、まあ、仮にタンパク質 X としたわけですけど、このタンパク質 X に、タンパク質 A がね、タンパク A が結合して、それで終わりじゃないですか。ね。だから、極材してる場所はどこですか？角膜以外ありやですね。で、その理由っていうのは何でかなって言ったら、ATP がないからタンパク質 Y ね、まあ、ここでいうタンパク質 Y が働かなくて、角膜から角内に移行することができないからってことですね。ってことを回答に書いてあげればいいわけですね。はい。今までちょっと話した内容を、まずまとめてからね、回答を書いていく作業に入りましょう。はい。問い6番のところね、まず最初、タンパク質 A をね、核内に輸送するタンパク質は、ATP の加水分解を必要としますよ、と。ATP の加水分解。加水分解ね。分解を。必要としますよーってことですから、ね、この加水分解、ATP の加水分解をするのは ATP アーゼですから、ね。それ ATP アーゼっていう酵素が絡んでいる酵素反応なわけですね。酵素反応。やってるよーってことですね。はい。で、括弧1番のところには今回ね、こんな条件の時、ね、今回、問い6に書いてあったね、問題文の条件の時に、核、タンパク質 A っていうのはどこにね、蛍光化 A ですか？蛍光化 A はどこに極材しますかっていうと、もう角膜だと。ね。角膜ですよーってなって。で、括弧2の回答は授業プリント次のページにめくって4ページ。ね。過去2の回答は、低温で、酵素活性が、
抑制されている実験後でも蛍光界は角膜に効率よく結合できるので、角膜に結合する段階では ATP を消費しない。これは何、どういうことが言いたいのかなって言ったね。ここの、僕はね、便宜的にタンパク質 Y とか X とか、X とか Y とか決めましたけど、これのことをね、まあ、もうこう、回答のうちにね、示すために、回答の中にね、掘り込むために、その要素を掘り込むために、こういう言い方に、言い方をちょっと変えてあります。はい。で、しかし、蛍光化 A をタンパク、蛍光化 A を核内に輸送するには ATP を必要とするので、蛍光化 A は核膜に留まると考えられるからってことですね。ATP がない条件ですからね。はい。っていうのが回答になるわけですね。はい。で、6番までこんな感じね。まあ、しっかりね。まあ、という、さっきの一番、一個前の動画でね、まとめたやつをしっかり頭の中に置きながら問題を読んでいけば、まあ、割と楽に回答が作れるかなと思います。はい。で、まあ、こういうね、まあ、今回、便宜的にタンパク質 Y、XY ってやしましたけど、こういうことをね、これをね、まあ、メモできていれば、もう多分ね、この問い5、問い6がね、まあ、そんなにほど難しくなく解けたんじゃないかなと思いますね。はい。そういう感じでした。はい。で、今回ね、こういうね、ちょっと物質輸送の話、ね、細胞質から核内に向かっていく話ありましたけど、逆にね、核内から細胞のね、外に出していくようなね、経路の、ね、物質の輸送のね、問題とかもね、結構出たりするしますので、それに関してね、その下のところ、ね、の内容をちょっとまとめていきましょう。はい。これね、ちょっと全部消しますね。はい。こっからちょっと長くなりますね。はい。よいしょ。ちょっとここからね、まだ続くのはしんどいなぁと思う人は、ね、一回動画と止めて、で、またね、ちょっとしてから見るとかでも全然いいので、ね。そんな感じにね、臨機応変に対応していただけるといいかなと思います。はい。いきますよ。それ下のところね、タンパク質の種類と合成場所、分泌タンパク質の輸送ってやつですね。はい。これちょっとね、最初の問題、まあ問題じゃない、文のところね、埋めていきますね。まず。分泌タンパク質。膜タンパク質。タンパク質、リソソーム、や、液胞、中のタンパク質は、小胞体の、表面、に結合、した。リボソーム。ね。こういうね、リボソームがね、結合した小胞体のことをね、逆にね、素面小胞体って言いましたね。で、逆に、じゃあね、ついてないんです。リボソームがついてないね、小胞体のことを、活面小胞体って言いましたね。はい。で、リボソームでね、こういうリボソームで合成されて、ゴルジ体に移動、ゴルジ体の中での分子収縮の濃縮、リソソームに送るか、分泌小胞ですね。分泌。まあこれね、分泌下流とか言ったりもしますね。下流？よいしょ、分泌下流。ね、リソソームに送るか分泌下流に送るかに仕分けをすると。ね、細胞内で用いられるタンパク質は遊離型。まあどういうことかなーっていうと、遊離型のリボソームっていうのはどういうことかなっていうと、小胞体に結合していないリボソームということです。ね。のリボソームで合成されますよーっていうことですね。はい。で、どんな流れになってるんかなーっていうので、ちょっと流れ全部書いてみると。順番にね、書いてみる。まずね、DNA がありますよーと。ね。DNA。ね、DNA の構造は何でした？二重らせんですね。よいしょ。縦に書くと二重らせん難しいんですよね。で、
二重らせんの DNA がありますか、 DNA がありますよとありますよと。で、DNA を転写してできるのが、これ転写書いておきますか。転写、この転写なんか皆さんもう分かってると思いますけどね。転写してできるのはメッセンジャーRNAですね。メッセンジャーRNA、ペロ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 、メッセンジャーRNAができますよと。で、このメッセンジャーRNAが角膜を通り越えて、外に出ていきますと。で、外に出ていって、この外に出ていったね、このメッセンジャーRNAが、の行き先が2つあるわけですよ。ね、さっき言ってた、小胞体の表面に結合したリボソームに行くか、遊離型のリボソームに行くか、っていうね、その2つに行くと。2つのどちらかに行くわけですね。まず、小胞体の場合から言いますか、小胞体。よいしょ、小胞体。小胞体こんな感じだとして、まあ、ここにリボソームついてますよ、と。ね、本当はね、リボソームよくね、だるま型で書くんですけど、ちょっとだるま型で書くのね、ちょっと大変なので、この、ちっちゃくなっちゃうね。あまりにもちっちゃくなっちゃうね。ただの丸にさせてください。で、このリボソームに、メッセンジャー RNA がつくパターンか、つくパターンをまず考えていきましょう。ね。はい。こんな感じでいきましょう。あ、リボソーム色変えときますか？こんなに色変えて色なくなるか？あるな。ありますね。よいしょ。リボソーム。ね。リボソーム変えときますか？リボソーム。で、このリボソーム作っ、リボソームでね、このメッセンジャー RNA を翻訳して、タンパク質作るんですね。で、作られたタンパク質はリボソームの中に入ってます。まあ、こんな感じにしときますか、タンパク質。ね、入ってます。で、こいつを、タンパク質をこう輸送していって、ビローって輸送していって、この辺でね、ちょっとこの辺にぷくーって膨れてくるんですよ。小胞体が。ね、一部が膨れてきて、この中にタンパク質が入って、で、こいつが切り離されるんですね。ちょびっと。ね、膜が切断されて、よいしょ。で、これ、こいつね、こんな風な、小胞の中に入るんですね。ちょっとこれ、小胞の色変えときますか。これ、黒にこの丸は、ちょっと厳しいですね。あ、タンパク質の色変えましょう。ごめんなさい。タンパク質の色変えたらいいですね。よいしょ。また、ちょっとこの後、また膜が出てくるので、タンパク質の色変えましょう。こうすればいいですね。で、この、ここのね、小胞体から切り出されてできる小胞のこと、輸送小胞っていう。輸送小胞。で、この輸送小胞っていうのがどこに行くかなってね、これ、外にね、分泌していく方向のやつですから、ね、外とかね、リソソームに送る方向のやつですからね。で、方向性のものですから。ね、この後どこに行くんかなって言ったら、ゴール自体ですね。おっと、ちょっと、でかく書きすぎたかな。あ、まあいいか。で、ゴール自体に行って、このゴール自体のところで、まあ場合によってはちょっと就職されたりするんですね、就職。なんかね、なんか糖とかね、そんなんが、糖とか。ね、ちょっとタンパク質一部切ってみたりとか。まあそういうことをしたりするんですね。で、その後にね、できたやつが、ね、こっから、このゴル自体から次分泌されると。で、分泌されると方向性が2つあるんですね。外に送るか、リソソームに送るかみたいな感じでね、2つの方向に分かれると。よいしょ。リソソームの方向に送る場合と、ね、外に送る場合。外に送る場合は、この小胞にまた名前がついてて、さっき言いましたね、ここで言った分泌小胞ですね。
で、この膜が細胞膜に結合して、膜融合して、で、外にこのタンパク質を掘り出すと。ですね。はい。で、この現象のことを、開口放出って言いますね。開口放出。どこに書きましょうか。ちょっと書くスペースがないですね。この辺に書かせてください。開口放出。開口放出。エキソサイトーシスってやつですね。はい。開口放出。よいしょ、こんな感じでしょ。開口放出が起こりますよ、というわけですね。これが外に分泌するラインとリソソームへ送るラインですね。はい。じゃあもう一個、ね、細胞内で利用するラインのやつですね。あ、ちょっと待ってください。その前に。リソソームに送るときのラインはなぜこういうことをしてるのかなってことを考えましょう。ね。なんでだと思います？はい。リソソームって、働き何でしたっけ？細胞内消化とか言いません？ね。細胞内の物質を、まあ、分解する働きを持っているのがリソソームでしたね。ってことは、リソソームの中に送られるこのタンパク質っていうのは、そういう分解するために使われるタンパク質。まあ、酵素ですね。ですから、ね、こんな酵素が、あちゃーとか言ってね、細胞の中にね、バラバラバラーとかなっちゃったらね、やばいですね。細胞の中ね、ぐしゃぐしゃにぶっ壊されますね。ですから、それを防ぐために、リソソームの中に入っている、で使うね、このタンパク質っていうのは、こういうルートでね、ちゃんと膜で覆って、ね、膜で覆って細胞の中にね、拡散しないようにして、リソソームまで運んでるんですね。はい。で、次。このね、メッセンジャー RNA かな。メッセンジャー RNA が有利型のリボソームに行くパターンですね。有利型のリボソームに行くパターン。有利型のリボソームに行くパターンっていうのは、よいしょ。こんな風に行って。で、この有利型のリボソームに結合してできた。結合して、で、リボソームによってね、転写じゃない、翻訳されて、できたタンパク質っていうのは、細胞質基質とか、まあ、細胞内ってさっき言いましたけど、細胞質基質とか、核とか、ミトコンドリアとか、葉緑体とか、で、うん、に、あ、こういうところにね、に運ばれ、運ばれて、使われると、運ばれて通過。われる。ね。ここでできたタンパク質が、タンパク質っていうのは細胞質基質とか、細胞質基質ですね。細胞質基質とか、核とか、ミトコンドリアとか、葉緑体に運ばれて使われますよ、っていうことなんですね。こっち有利型リボソーム。こっち側は、小胞体に結合しているリボソーム。ね。このリボソームっていうのは、2箇所にいて、ね、役割としてはちょっとね、違う役割をしてるんですよ。ね。いうことが流れとしてしっかりと理解できていれば OK かなと思います。あ、こいつ、この細胞書記官の名前書いておきますか、一応。ゴルジ体。ゴルジ体。これは大切ですね。ゴルジ体分泌に関わる細胞書記官ですね。分泌に関わる細胞書記官、ゴルジ体。ね。こいつ、小胞体。ね。って感じですね。はい。それではね、今回の授業はこれで終わりで。演習問題1番ね、全部終わったんで、演習問題1番でね、ちょっと内容の総括みたいなことしよう。総括っていうかね、まあ、みたいなことをね、します。はい。まあ、そんなにこのね、演習問題1番自体はそこまでは難しくないですね。京都大学の問題ですけど、そこまで難しくはない。けども、ね、まあ先読みのね、力があれば、ね、先、問題文を読んで、そこからね、ちょっと先読みができればね、まあ問題は出てね、まあ楽々にね、問題が解けるかなっていう気はしますけど、ね。それをね、ちょっと先読みの力がね、まだまだ足りないなっていう人はね、まあこういう問題ね、自分で探したりとか、まあこの問題復習するでもいいですし、ね。まあ、復習はしっかりしてほしいんですけど、ね。
こういう問題をやって、で、ちょっと先読みね、問題を読んで、リード文を読んで、こんなことが問題で聞かれるんちゃうかなとか、そういうことを思いながらね、問題文に入っていけるとね、ものすごく簡単に問題が解けたりすることがあるので、しっかりとね、問題文にぶち当たる前に自分でね、たくさんの思考をしてもらいたいなと思います。はい。それではね、今回はちょっと長くなりましたけど、これで終わりますんで、次の動画へ行きましょう。